アメリカ国家安全保障局アメリカ国家安全保障局アメリカ国家安全保障局はアメリカ国防総省の諜報機関である1949年5月20日に軍法安局として設立された1952年11月4日に結成されたインテリジェンスコミュニティ情報機関共同体の中核組織の一つでありこの時に 現在の名称に解消、公式では海外情報通信の収集と分析が主任務だとているが、組織の存在自体が長年秘匿された経緯などから、その実像には不明の部分も多い。情報の確実性を期す意味でも、本校の記載は公表された任務、海外情報通信の収集と分析を中心に期する。合衆国政府が自国民をスパイするのは、 違法行為だが他国へ情報活動するのは違法ではない。海外信号情報情報の収集活動に関して計画指示し自ら活動を行い、膨大な量の暗号解読を行っている。また、合衆国政府の情報通信システムを他国の情報機関の手から守ることも重要な任務であり、ここでも暗号解読技術が鍵となる。中央情報局。 CIA が主に、ヒューミント、ヒューミント、ヒューマン、インテリジェンスと呼ばれる、スパイなどの人間を使った、情報活動を担当するのに対し、NSA は、死銀と、死ンと、シグナルインテリジェンスと呼ばれる、電子機器を使った、情報収集活動と、その分析、集積、報告を担当する。死銀と活動を中心に、中央保安部、セントラルセキュリティサービス、 CSS の協力により、合衆国の各情報部と連携して活動を行っている。NSA のトップである長官については規則によって NSA は中将によって指揮される。と規定されており、実際前身であるアフシサ時代を除けば、初代長官であったラルフ・キャナイン将軍、陸軍少将,将を除き、歴代の NSA 長官にはすべて現役の中将が当てられている。 ただし、現任の長官である、キース・ブレイン・アレクサンダー陸軍大将については、2005年8月1日に就任した際には、陸軍中将であったものの、その後2010年5月21日に、NSA 長官との兼任という形で、サイバー軍、アサイバーコム司令官に任命された際に対象に、承認しており、例外的とも言える状況になっているが、 それらはすべて他のポストへの移動に合わせて登るしたケースであり、NSA 長官在職のまま大将へと承認したケースはアレクサンダー将軍が初めてである。なお、CSS は1972年の大統領令によって設立された NSA と共にアメリカ国防総省の下で国家情報活動の統合を行う国家機関である。 アメリカ陸軍情報保全コマンド、海軍保安部、空軍情報、監視、偵察局、アメリカ海兵隊、アメリカ沿岸警備隊と NSA が一体となって、共同作戦を展開し、その長は NSA 長官が兼務している。また、NSA は陸軍情報保全コマンド、海軍保安部、空軍情報部に対して監督権を持つ。イギリスの政府通信本部、 GCHQ、カナダの通信安全保障局、CSEC、オーストラリアの参謀本部国防信号局、DSD、ニュージーランドの政府通信保安局、GCSB と共にエシュロン、イクローンを運用していると考えられている。NSA は占有する通信基地や航空機、官邸、人工衛星は保有しないが、それらの情報収集現場に出向いて、 NSA の情報ネットワークに吸い上げていく活動を予中で行っている。プエブロ号事件のような時に初めてその活動の一端が明らかとなる。内部の国立コンピューター保安センターではコンピュータセキュリティ問題に関する調査と研究や1983年、1985年の過去2回発行されたオレンジブックと呼ばれるというレポートの発行も行っていた。 その性質上諸外国に関する非常に高度な機密。一説では、大統領権限ですらアクセスできない、レベルの情報も扱うと言われるを扱うため、組織や活動内容、予算については明らかにされていない部分も多い。以前は組織の存在そのものすら国民に対しても、公然ではなく、何も喋るな、そんな部署はないの略だ、などというお決まりのジョークがあった。 NSA ウェブサイトによると、予算、床面積、人員などを考慮すると、フォーチュン500の上位10%内にランクされる企業、すなわち全米50位にランクされる企業の規模に相当するとしている。雇用者数は約3万人。年間予算は約108億ドル、約1兆800億円。世界中に80カ所の拠点がある。 在日米軍三沢基地にも関連施設がある。ウェブページに NSA 職員募集告知があり、条件は合衆国市民で高レベルのセキュリティクリアランスを取得できるもの。NSA の極めて重大な任務として核戦争に備えることがある。具体的には、NSA の歴史は1917年にハーバート・ズボーンヤードリーの設立した暗号解読組織。 ブラックチェンバー MI-8 に遡る。この組織は1929年ヘンリース・スティムソン国務長官に真摯の仕事ではないとの理由で廃止された。その後ウィリアム・ F ・フリードマンが陸軍に SIS を設立し、ローレンス・サフォードが海軍に OP-20G を設立した。この二つの組織が太平洋戦争開戦時に大日本帝国の外交秘密、 パープル暗号を解読し、山本56登場機撃墜やミッドウェイ海戦の勝利などに貢献する。その後、軍保安局、アフッサ・ザ・アームド・フォーセス・セキュリティ・エージェンシーが設立された。1949年5月20日に、統合参謀本部指揮下のアメリカ国防総省の部局として設置されたものである。アフッサは3軍の通信電子情報部隊つまり、 陸軍保安局 ASAA 解消されて、さあ、海軍保安軍 NSG 空軍保安部アフスの通信情報及び電子情報活動を指揮監督することになっていた。しかし、アフスサは能力不足であり調整機能が不足していた。そこで1951年12月より国家安全保障会議の指示により検討が行われ、 1952年6月の国家安全保障会議情報活動指示によって同年11月4日に設立された後、1999年までその存在は秘密にされていた。しかし、冷戦終結で機密指定の解除が進んだことと NSA が米国政府による暗号化ソフトウェアの輸出規制などの問題に関わっていることから、 一般の注目を集める機会が多くなってきている。アメリカ同時多発テロ事件で拡大した暗号やセキュリティ技術に関して NSA は世界最高の水準にあるがその研究内容は秘密にされることが多い。しかし NSA の技術のいくつかは広く一般に使われている。NSA が関わったクローズドソースつまりブラックボックスの一般向け暗号、セキュリティ技術については バックドアの存在が疑われている。NSA は暗号方式での策定に大きく関わっている。アメリカ国立標準技術研究所、ニストの前身、アメリカ国立標準局、NBS が公募した標準暗号アルゴリズムに対し、IBM がルシフェルという暗号方式を提出するが、ここで NSA は鍵の長さを128ビットから56ビットに短縮し、 S-BOX の内容を変更し、でとして公式暗号となった。説明なしに行われたこの改造に対して疑念の声が上がることになった。次期標準暗号方式として公開で選定された i イ e では技術コンサルタントとして関わっている。NSA が中心となって1990年代に個人の PC 用の PGP 暗号ソフトウェアと ネットスケープ社の SSL 暗号ルーチンに対して暗号鍵に128ビットを使用したフル規格製品を海外輸出することを許さず、米国内向け製品として128ビット製品と海外輸出向け製品として40ビット製品を作らせた。これは NSA が解読すべき暗号で長い鍵を使われた場合、NSA が保有するコンピュータの処理量が余に、 膨大となるために行われた制限である。1996年には西側各国に対する制限が解かれたが、米国が危険視する特定国には引き続き輸出制限が残された。現在でも高度な暗号化技術に対しては、バッセナーアレンジメントによって輸出制限がかかっている国がある。米政府が米国市民のすべての暗号化技を管理するというキーエスクローと クリッパーチップ構想では、米国内で大きな議論を呼んだが、結局中止となった。クリッパーチップで使われていた暗号化アルゴリズム、スキップジャック、スキップジャックの開発元も NSA である。また、ハッシュアルゴリズム席はハッシュアルゴリズムのうちシャ、社マイナス0、社マイナス1、社マイナス2も NSA が開発している、社マイナス3は、アメリカ国立標準技術研究所、 ミストによる公募、セキュリティ、エンハンスドリナックス、サリニックスというリナックスに対するセキュリティモジュールも NSA が中心となって開発された。米マイクロソフトは Windows Vista のセキュリティ機能の開発、検査に関して NSA の関与を認めている。ニクソン大統領の辞任後、CIA と NSA によって行われた。 電話盗聴に関する不適切な使用が疑われた。ケネディ大統領はカストロ殺害のために盗聴を指示し NSA が実行した。これがきっかけで1978年には安易な盗聴を禁止する法律が作られた。しかしその最中にもマーチン・ルーサーキング・ジュニアやモハメド・アリがベトナム反戦運動に参加していると指摘続き行われたミナレット作戦。 2005年12月、ニューヨークタイムズ紙は、ホワイトハウスの圧力とブッシュ大統領の指示の下で、国内から海外への電話による通話を裁判所の同意なしで、幾人かを対象に登聴したと報じた。2008年7月9日、外国情報活動監視法、フィザ改正案が上院で可決、7月10日、ブッシュ大統領の署名により成立した。 同改正案は裁判所の令状なしで海外の電話、電子メールなどの盗聴を合法化けるもので、さらに情報提供に協力する通信会社の面積事項を法成立前に遡って有効にする条文も盛り込んだ。議会は野党、民主党が多数を握っているが、民主党からもオバマなどが賛成に回ったために成立した。NSA は電話や電子メールや インターネットなどの通信網の登頂、通信傍受及び収集した情報のパターン分析や暗号解読及び政府の通信の暗号化などを主な任務とする。そのために現在20億ドルの予算をかけてユタ州ブラフデールにスーパーコンピューターを備えた敷地10万平方メートルの巨大情報、監視センター兼インターネットデータセンターを建設中取れる。 電圧以上により解消が遅れ、2014年に稼働予定。2013年6月には、ベライゾンワイヤレスに対して、数百万人分の通話履歴、発信元、通話先、通話時間、発信者の位置4月末から3ヶ月分を毎日まとめて提出する、要外国情報活動監視最初、フィスックからの機密令状により命じていたことが、ガーディアンによって暴露された。 さらには、Google、Facebook、Microsoft、Apple など、インターネット関連企業大手9社のサーに、直接アクセスし、電子メール、インスタントメッセージ、接続記録、動画閲覧記録などを含むユーザーデータを収集、分析していたことがガーディアンを及ぶ、ワシントンポストによって報じれた。ガーディアンとワシントンポストによれば、情報提供者は、元 CIA スタッフのエドワード・スノーデンで、 スノーデンは真の自由と民主主義のために公表したという。スノーデンに協力したのはジャーナリストのグレン・グリーンウォルドだった。関与が指摘された企業は NSA による自社サーバーへの直接のアクセスやユーザーデータの収集を否定した。スノーデンはまた中国からアメリカに向けて行われていたのと同様に、 アメリカから中国に向けてもサイバー攻撃が行われていること、NSA の活動は安全保障目的のみならず、国益のために外国首脳の携帯電話の盗聴や産業スパイ分野でも行われていることを明らかにした。なお、オランダでの盗聴件数180万件に対しては、当初、オランダ政府はアメリカ国家安全保障局の行為と発表していたが、実際には、 オランダの情報機関が行ったものであることが判明しており、オランダ内ではスキャンダルとなっている。2015年2月19日、グレン・グリーンウォルドのは、英米両国の情報機関が無線通信事業者に暗号化技術を提供している、オランダのジェムアルトのシスムに不正侵入したと報じた。ドイツ連邦情報局 BND がアメリカ同時多発テロ事件直後の2002年から、 米国家安全保障局に協力し、欧州の政治家や企業などを対象に情報収集を行ってきた疑惑が2015年5月までに浮上した。こういった米国家安全保障局がドイツで行った活動に対しては当然に捜査が及び、ウィキリークスが現在も調査中のドイツ連邦議会の査察団から10ヶ月分、明2014セルートフェブラリー2015の 会議録を入手し、5月12日に公開した。多くの会議は法手続き上こそ公開されているが、蓋を開けると一般人はこの問題をよく理解できない状態に甘んじている。メモは制限され、記録媒体は禁止。記者団には警察が割り込んで厳重な監視体制である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。